い、皆さんこんにちは。榊篤でございます。まもなく1時ですね。7月は12日のですね、金曜日かな、ですね、お昼ご飯をいただきまして、さて、ですね、日経新聞、日経新聞じゃない、日経平均ですね。もう最近ね、認知症ですよ、これ。ほんまに言葉がね、出てけへん、間違えるんですよ。日経平均は940円マイナスですね。なんで押してんのかようわからん。ドル円 159.303 とじわっとですね、円安方面に押し返されてますね。ドルウォンですけども、こちらもじわっと押し返されてまして、1377というところですね。はい、さて、本題はですね、これかな。本当にね、7日の都知事選結果が出てですね、8、9、10、11、12、今日で5日目やん。で、これは昨日出た記事ですけども、今日またこの関連の出てましたよ、なんか記事が。これまあ昨日の記事を見ますけども、産経新聞。昨日ですね、昨日19時48分、根拠なくレベル低い、共産、小池晃氏。都知事選巡り、吉野裕子。連合会長に不快感ということでですね。共産党の小池晃書記局長は11日の記者会見で、東京都知事選をめぐる吉野裕子連合会長の見解に反論した。共産が蓮舫氏支持で前面に出たため逃げた票があったとの指摘に対し、何の根拠もない非常にレベルの低い発言で感化しがたい。レベルの低い発言やったら感化したらええやん、そんなん。スルーしたらええやん、そんなん。レベル低いんでしょ？別になんでそこでですね、ギャーギャー言わなあかんでしょうね。連合東京が小池百合子知事を支持したことに触れ、相手を応援した方にとやかく言われる筋合いはないとも述べた。かなりカチンときてますね、これ。私も申し上げました。共産党がね、大はしゃぎで、蓮舫を応援してましたね。だから、これで来る票と逃げる票と差し引き勘定したらマイナスちゃうのっていう話はだいぶさせていただきました。共産党の票、組織票ってのはあっても2、30万ちゃうんかなと思うんですね。東京都で。で、共産党の場合、不動票が入りません。ほぼ入りませんからですね、その固定票だけなんですよね。で、確か共産党は参議院議員も出していないでしょ。この東京都で6人上がるんですよ。だいたい60万とか50万とか何の辺が当選ないんですけど、1人出せないぐらいなんですね。東京都で、共産党は。昔はね、知事出してたんですよ。見延良吉だったかな。なんかそういう知事を出してた時代もあったんですけども、今はもうそれはもう時代ですね。で、ですね、そんなもんなんですよ。で、蓮舫はアホですから、それでも共産党が応援してくれたら勝てるとか思ったんちゃいますかね。で、世の中はね、共産党が20万、30万いればですね、東京都民1400万と言われてますけども、共産党嫌いな人って多分100万人ぐらいいると思うんですよね。だからですね、もちろん100万人が全部選挙に行くわけちゃいますよ。投票率 60% ですから、60万人が行くわけですね。で、そういう人たちがですね、じゃあ蓮舫は避けてと、よその人に、違う人に投票するわけですね。で、本来蓮舫に投票しようかなと思ってた人でも、でも蓮舫で共産党を応援するやんね。で、やめとこうって言ったら。な人がですね、その60万円の中にですね、10万や20万おったんちゃうんかなという気がします。ということはですね、仮にですね、いっぱいいたらですね、共産党組織票プラス20万、あるいは30万よりも、共産おったら差し引きはマイナスというようになりますね。で、共産党嫌いな人ではなくって、無党派層でもね、蓮舫に入れようと思ってた人いるわけなんですよ。蓮舫に入れようと思ってた人、でも蓮舫共産党支持してるやんと。共産党が支持してるやんと。やめとこう、一番でしょと思った人が、またそこで、どうでしょうね。増えたんちゃいますかね。増えたというか減ったんちゃいますかね。だから差し引きはやっぱ30万超えてるんちゃうかなと思うんですね。なんで、ですね、結局損したんちゃうかなと思うんですけど、こう、共産党の小池晃さんがおっしゃる通りですね、何の根拠もないですよ。ただの想像やん、そんな。それ以外のもんでもないやん、何でもないやん、そんな。
それはね、出口調査とかでですね、そういうことが明らかになっていけばですね、それは面白いかもしれないけど、今のところまだそこまで分析できていないでしょ。で、出口調査のデータを一番業者持ってるのは多分 NHK ちゃうんですか。どうでしょうね。そのデータで何か言わない限りはですね、根拠あるようなことは言えないと思いますよ。だから、まあ、ほとんど推測想像の世界であって。推測想像で言うてるわけですからですね、無視したらいいやんと思うんですけど、小池晃さんがですね、そこまで、ですね、キャンキャン言うてるということは、一番言われたくないことだったんでしょうね。だからこれ、中国共産党がですね、言われたくない、真実の反対、裏返しのことをわざわざ言うという論理と一緒でですね、共産党、日本共産党にとってですね、共産党が応援したから蓮舫負けたんやと言われるのが一番言われたくないことなんでしょうね。だから、向きになって否定をしてみせるという、まあ、まさにこの裏返しの理論でですね、痛いとこ疲れましたな、小池さんみたいな、そういう感じですね。いや、やりすぎやと思いましたよ。はっきり言って。あんたら嫌われてるんやからね。表に出ん方がええねんという話があって。だから、小池さんをですね、陰ながら一生懸命応援したのは公明党の創価学会ですよね。で、創価学会はですね、自分たちが応援してるっていうことをですね、一般人にですね、気づかれないようにやってて、気づかれなるべくバレるんですけどね。会場整理をしているのがですね、公明党の時だったとかね、そんな記事をいくつか読みました。つまり小池さんの演説に動員かけてたのはほとんど創価学会ということで、ただし創価学会は全く表に隠さずにステルスでやろうとしたわけです。まあバレてますけど、バレるところにはバレてるんですけど、ただしこの学会色が出てしまうとですね、学会嫌いやっていうやつはですね、多分共産党嫌いやっていうやつよりも多いと思います。共産の嫌いやっていうのは都民の1割だったとしても、学会嫌いやっていうのは都民の2、3割いるんじゃないですかね。つまり、創価学会の方がですね、こう、知ってたわけですよ。自分たちは嫌われてるということがですね。なんで表に出さないようにやってるということですね。共産党はそこについてちょっと考えが甘かったのかもしれませんね。なんで、結局ね、共産公明というのはアレルギーある政党であって、これ昔からですよ。僕の子供の頃からそうですよ。秋食、気象っていう感じなのよ。昔気象っていう言い方はないですけど、今は、今風に言うなら気象ですよね。なんでですね、表に出ない方がいいわけだって。でもね、共産党がそういう表に出ないっていうわけにいきませんよね。なんて言いますか、公明党であればですね、なんとなく表に出ないというのはあり得るんでしょうけど、党のやり方としては。はい。はい。ということでですね、今読みました、根拠なくレベル低い、共産党の小池さんがプシンと切れて、ね、これで本音が見えるから面白いですね。はい。ということで、一応このページですね、一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。